俺のとっておきの情報で無実を証明してあげる。さあ、逆転裁判コラボを振り返っていこうということで、スタンドマイヒーローズのパズルゲーム要素をご覧いただいておりますが、こうしたパズルをクリアしていくとストーリーが解放されていくというのが基本設計となっていて、ストーリーだけじゃなくこうしてパズルギミックでも可愛くコラボしていたんだよね。スタマイをやったことない人からすると意味不明な画面かもしれないけど、同じ色のピースを3つ揃えると消せる。その上で4つ以上を揃えると特殊ピースが作れて、画面左上が残りのターン、その下のキャラたちがまさに逆転を生むスキルを使えるカードたちになるんだよね。あなたもお一つどうですか。まさにこんな感じでね、目標は画面右側のスコア 21,340 を目指して右下のスコアを積み上げていきます。で、今回は日々更新されるログインミニトークをお届けしていきます。テーマは逆転裁判にちなんで真逆、厳選7選でまとめてみました。ヒロインの名前はグソガキユイと名付けておりますが、意外と真面目に実況しております。見てたよ、君って本当に可愛くてかっこいいね。まずは逆転裁判とスタマイのコラボストーリーからです。どうぞ。こちらは5月20日公開のログインミニトーク、最強ヤタブキ屋のラーメン、見ていきましょう。お疲れ様です。そうせ夏目くん、張り込みご苦労様でした。朝霧さんはラーメン好きの刑事さん、今日は俺のおごりです。好きなだけ食べてください。うん、太っ腹だね。まあ、この3人のメンツの中だと朝霧さんが一番年上になるよね。朝霧さん28歳、創生さんと呼ばれている荒木田さんが27歳、そして夏目くんが26歳と1個ずつ年が違うんだね。はあ、ありがとうございます。荒木田さんは朝霧さんの直属の部下になりまして刑事さんで、夏目くんがマトリになります。で、なるほど、龍一と同じキャラクターボイス、梶裕貴さんが担当されているのが夏目くんだったりもします。疲れた。ここの味噌ラーメンは他とは一味も二味も違います。何が違うかは食べてからのお楽しみにしますが、この店独特のこだわりがふんだんに詰まった味は必ず満足できる代物です。必ずって言い切っちゃうんだね。そしてこのヤタブキ屋というのが逆転裁判でもおなじみのラーメン屋さんだよね。心して堪能してください。はい。疲れてんな。司さん、ラーメンについて語る気力よく残ってんな。むしろラーメンの話だから元気なのかもしんない。お兄さん、ヤタブキ屋のラーメンのことよくわかってるじゃない。お、これは？うん。他のお店とは本当に一味も二味も違って、一度食べたらまた食べたくなる。それがヤタブキ屋のラーメン、まさに幸せの味なの。コラボ。ほう。あなたこそよくわかっていますね。さてはかなりの常連では？もちろん私の行きつけだからね。ラーメンは当然うまいとして、この店は雰囲気も何とも言えず心地いい。だからうまいラーメンを味わうには最高の趣です。うんうん、綺麗なお店では感じられない幸せがこの店にはありますよね。なんか他の女性と親しくしている感じってスタマイでは新鮮な感じするね。ええ、壁の汚れ一つとっても幸せ空間を表しています。長年の経営でギドギドしたこの空気、香りもほんとたまらない。この雰囲気に酔いしれるところはあるかもね。視覚、嗅覚、味覚、あらゆる要素で心をつかまれます。めっちゃ楽しそう。それから何と言っても、ヒロインにとってはライバルになりそう。その通り。だからこそスープが最高なんです。司さんのラーメン愛についていけるってすげえ。さすが常連客。けどおかげでこっちは休めてる。この話聞かされると余計疲れちゃうって話ね。っていうか一緒に来てる人完全に放置されてるけど。あ、向こうの連れってことかな。ああ、迷いちゃんの相手をしてくれてありがたい。あ、同じこと思ってた。ラーメン食べ終わるまでずっと相手しておいてほしい。あ、
と、あの人俺たちと同じ状況っぽいですね。捜査官、さすがそういうところすぐ気づいちゃう。ああ。ん？あ。はは、お互い大変ですね。とりあえず深くうなずいておこう。共感するところがあったと。二人が熱く語り合う横で、これ幸いとラーメンに集中する三人なのでした。こちらは5月25日公開のストーリー。探偵は事件を呼び寄せる？見ていきましょう。探偵を目指すなら観察眼が大事。うん。今日は屋台がたくさん出ているし、人も多いから勉強になりそう。役作りうまくいくといいな。探偵役かな？まずはあの女の子が不思議な格好をしている理由を推理しよう。じゃあこの屋台は今は亡きお父さんから継いだお店なんですね。つまり心残りというやつですか。ドラマや映画みたいに亡くなったお父さんと話ができればいいのにって思ったことはありますか？そうだな、あのタイミングでドラマや映画の話を出すってことは、俺と同じ芝居をする側でそのための衣装だと思うな。シオン君はどう思う？まあ、同じ業界人だとしたら京介君も知っていてもっていうところだけどね。いや、霊媒師。お、鋭い。実はなるほど龍一の助手であり霊媒師なんだよね。え？ほら、お父さんの話を聞いて話ができればってアプローチにつなげてる。そっちが本題だと思う。霊媒師？学校以外は普通の女の子に見えるけど。女優ならサインをくれって？おじさん見る目あるじゃない。京介くんと同じ目線で思っていたわけね。でも私女優じゃなくって霊媒師なの。お父さんを呼び出すこともできますよ。の、本当に？確率低い方だと思ったけどね。やったね。わあ。さすがシオンくん、名探偵の道は険しいな。まあシオンくんも決して探偵が本業ではないけどね。じゃあ次はあの人、どの屋台で買い物をするか当てよう。まあ探偵の憧れはあるんだけどね、シオンくん。ソースのついた紙皿を持ってるからご飯系を食べた後だよね。だからデザートを買うんじゃないかな。観察開始。ああ、どれにしよっかな。おお、たい焼きか。こっちはチョコバナナ。やはりさん、わたあめも捨てがたいし、クレープもいいよな。2分以上悩んでいるのに全然決まらない。あれ、向こうの屋台から誰か走ってきた。おい、お前。あ、俺のこと？何しらばっくれてるんだよ。今さっき俺の店からいちご飴盗んだろ。また濡れ衣着せられてんの？まあそういうキャラクターなんだよね。俺じゃねえぜ。いや、犯人は確かにヒゲ面でオレンジの服を着ていた。お前だ。まあなかなかオレンジの服ってね。待て待て待て、俺そんなことしてねえ。事件発生？まあ誤解されやすいタイプなんだよね。でもここでずっと見ていたけど、今さっきの犯行なら違うはずだよね。まあ2分以上メニュー悩んでいたんだもんね。うん、そう思う。証言しに行こう。ここからの逆転劇。探偵が事件を呼び寄せるってこういうことかも。おう、うまいことコラボしましたね。あのね、犯人は別にいます。昼下がりの公園でのひととき、かっこよく事件を解決する二人の姿があったのだとか。こちらは5月27日公開のストーリー。弁護士カフェ見ていきましょう。うーん、霧島さんもそろそろ到着する頃でしょうか。ああ、店の名前は伝えてある。
おそらくすぐ合流できるだろう。珍しく別行動、現地集合なんだね。あ、名前といえば、ペンコーシカフェというお店の前にいますと霧島さんに送った LINE の返信。ずっと弁護士カフェになっていましたね。こういう聞き間違いというか見間違い、文字情報でもするんだね。法の専門家が集うカフェに早変わりだな。ああ、今到着した。弁護士カフェという店の前だ。勘違い男その2。あ、何？場所がわからないだと？では手短に説明しよう。まず駅の改札を出たら、広場正面にある銀行とコンビニの間を線路に垂直方向に進んでくれ。それから2つ目の弁護士カフェに三剣健二。三剣健二、やっと見つけたっす。あれだけ懇切丁寧に道案内をしたというのに、まさか迷ったというのか？だってここ弁護士カフェじゃなくって弁護士カフェじゃないっすか。看板見ながら歩いていたから全然見つけられなかったっす。糸のこぎり刑事、まあ、ちょっと抜けてるとこもあんだけどね。何わけのわからないことを言っているんだ。とにかく入ろうではないか。弁護士カフェ、訂正しないんだ。間違いは素直に認めてくださいっす。ふむ、無事たどり着けたようだな。はい、彼の道案内とても分かりやすかったですね。盗み聞きみたいになっちゃったけどね。そうだな。店名は間違っていたが、あれだけ的確なら問題ないだろう。霧島には地図を送っている。それに弁護士ではなく弁護士だと指摘もしたが、うん、まあこっちの場合は来る人が勘違いもしてるから難しそうな感じもするけど。そのメッセージはまだ既読になっていません。ピンチ。果たしてどこかで迷っていないだろうか。逆転劇あるんでしょうか。すみません。五条さん、宮瀬、お待たせしました。無事に来ました。お、霧島さん、よかった。お店の場所よくわかりましたね。まあ地図情報を送ったんだもんね。おう。ああ、弁護士カフェっての探してもなかったから、九条さんがいそうな方に歩いてきたぜ。ほう。それでこの速さか。さすが霧島だ。もう動物のようだけどね。ありがとうございます。今日も勘が冴え渡ったんですね。だな。つうか。それにしてもよ、弁護士カフェって法律に詳しい奴らが集まってる難しい店なんか？いえ。普通のカフェですよ。霧島。弁護士ではなく、弁護士だ。お？弁護士？まあ、聞き慣れない単語だけどね。どういう意味合いなのかは謎だけど。マジっすか？けどよ。でも、やっぱ、いる気がすんだよな。なんつうか、朝霧みたいな奴らがよ。霧島が言うなら、そうなのかもしれないな。では。私たちも入ろう。まあ、糸のこぎり刑事もいるけど、朝霧さんとはタイプ違うけどね。偶然にも店内には、検事と刑事がいるとも知らず。ささやかなティータイムのため、弁護士カフェに入店する3人なのでした。こちらは5月30日公開のストーリー。会いに行こう、幼馴染に。見ていきましょう。なるほど。つまり、新しい顧問弁護士を探しているんですね。ええ。知人からなるほどさんを推薦されて、ぜひ一度お話を伺いたいと思って。うん、ここで初対面っていう設定かな。わかりました。では、まずは授業内容に関していくつか質問を。なるほど、大変だ。嫌な予感。またお前か。今は来客中だ。悪いが後にしてくれ。おや、大谷君。どうも。あれ、早乙女さん、こんなところで奇遇ですね。こちらの早乙女さんまで事件に巻き込まれちまって、今すぐどうにかしてくれよ。うわ、わかった。わかったから落ち着いて話せ。実はさっきよ、柄の悪い連中に話割り込んで。はあ、一時はどうなるかと思ったけど、手際よく解決してくれて助かったぜ。
まあこっちからするとやはりさんもよっぽど柄悪い連中の一人だけどね。お忙しいところお手数をおかけして申し訳ありませんでした。まあこっちが急ぎの案件ということで優先してもらったんでしょう。どうにか自分で対処しようと思ったのですが、弁護士のお知り合いがいると伺ったので。知り合っておいて損はないからな。二面性のあるキャラクター、こういう権力とか人脈がお好きなんだよね。ありがとうございます。おかげで助かりました。ありがとうございます。いえ、お役に立てたようでよかったです。へえ、今の事件をあっという間に解決しちゃうなんて本当に腕がいいんですね。でしょでしょ、どんなピンチでもなるほどなら解決しちゃうんですよ。まあやはりさんの手柄ではないけどね。まあやはりさんの知り合いではあるのか、まあ紹介してくれたってことね。持つべきものは自慢の幼馴染だぜ。お二人は子供の頃からの友人なんですか？ええ、小学生からの腐れ縁でして。小学生、早乙女さんからするとヒロインのことが思い浮かんじゃうよね。なるほど。へえ、いいですよね、気心が知れた昔からの友人ってレベルメンバーが思い浮かぶ。そうですね。あれ、もしかして早乙女さんにも心当たりが？いえ、皆さんのように素敵な関係性とは言えないんですが。いや、僕たちも素敵というわけでは。照れんなよ。なるほど。断じて照れてはいない。またまた、俺はいつもお前のこと素敵な幼馴染って思ってるぜ。片思い。僕は厄介事を持ち込むやつだと思ってるよ。まあそういうキャラクターだよね。本当に仲がいいんですね。幼馴染か、今夜はバーに行こうかな。レベルメンバーと集う。最近あいつに会ってないな。別に会いたいわけじゃないが。素直じゃないね。まあ安否確認くらいしてやるか。これもらしさたっぷりだったね。学生時代を共に過ごした関係はやっぱりかけがえのないもの。思いがけずそんな気持ちに触れ、それぞれの幼なじみを思う二人なのでした。こちらは5月9日公開のストーリー、目を疑う診断結果、見ていきましょう。舞台はカフェ、そしてこの二人。いらっしゃいませ、お好きなお席へどうぞ。はい、ありがとうございます。イクトさん、どこに座りますか？じゃあ窓際一番奥の。あれ、あそこにいるのって、おう、創生さんか。診断結果っていうくらいだから振動先生あたりかなと思ったんだけど。やっぱり創生さんだ。こんにちは。どうも。おや、こんにちは。すいません、読書中だったのでは？いや、さっき読み終わったとこです。あの、その本ジキルとハイドですよね。勝手に覗き込んで。二重人格で表現するお医者さんの話でしたっけ？ああ、そうですね。僕も昔読んだことがあるのですごく懐かしいです。仮にあの話が現実で起きたらとても恐ろしいなんて思った記憶があります。でも正確に裏表がある人って結構いるし、隣にいるね。非現実的なストーリーってわけでもないですよね。こっち見て言うな、はっ倒すぞ。二面性のあるキャラクターだからね。そういえば、ん？よく当たる裏表性格診断テストがあるんです。よければやってみませんか？前に菅野くんが本屋で言ってたやつかな？うん？裏表？へえ。そういうのってちゃんとしたやつは統計をもとに作られているみたいだし、面白そうだからやってみたいな。占いとかもね、ちゃんとしているやつは心理学とか統計学とか踏襲されているよね。確かネットにも同じものが出ていたはず。見てろよ、可愛い人畜無害に見えるその笑顔の裏をみっちり暴いてやるからな。それでは1問目。イクトさんが墓穴掘りそうな感じもするけど。ではまずは河合くんの結果から。裏の顔 55%、 常にたくさんのことを考えているあなたにはいろいろな顔があって当然。どっちつかず。
55% だ。なんでこの中途半端な結果は。まあ占いとかにありがちだけどね、どっちつかずにすることによってどうとでも取れるような結果にすること、まあそれがベストなような感じもするけどね。まあいろいろ考えているし結構当たってるんじゃないかな。荒木田さんの結果は、荒木田くんは裏の顔なし。言葉にはできない思いも含め裏と言える要素はないでしょう。ああ、素直な男って感じは確かにするけどね。わあ、すごい。まあこれ喜ぶところなのか。ええ、 0% はなかなか出る数字ではないと思いますよ。どういうことだ、裏がない人間なんて存在するのか。イクトさんとは真逆ですね。いや、そんな素直さだけで生きていけるほど世の中甘くない。絶対に何か裏があるはずだ。あ、まあだからこそ創生さんは勘違いされやすいタイプでもあるけどね。自分とは真逆の診断結果に目を疑わずにはいられない状況なのでした。なるほどね、イクトさんと創生さんが真逆っていう目線は今までなかったかも。こちらは5月22日公開のストーリー、差し入れと締め切り、見ていきましょう。よし、今日のラタトゥイユは会心の出来になった。新しいレシピで作ったドーナツもうまくいったし、続きに差し入れでもしたら喜ぶだろう。さっき連絡しても返事がなかったし、今頃締め切りに追われてそうだな。まあこれで精をつけてなんとか乗り切ってもらうか。もうもはやいい恋人って感じ。お、俺だ。さっき差し入れ持っていくと連絡を入れたんだが。ああ、助かる。申し訳ないが今手を離せそうにない。空いているから勝手に入ってくれ。そんな余裕ないんだね。案の定締め切り前っぽいな。ならお邪魔するぞ。まあ自分が作ったとは言わず持ってきたんでしょう。まああくまでね、ケータリングだって自分が料理得意なのは隠しています。ダメだ、もう間に合わない。やっぱりな。は？って収録の合間にやる予定だったんだけど、思ったより項目が多くって、このペースだと終わりそうにないよ。京介、落ち着け。慌ててもいい考えは浮かばない。嘘だろ、もしかして締め切りに追われているのは京介なのか。いつもと逆。あ、いつきさん、そうなんです。出演にあたって事前アンケートを頼まれたんですけど、質問の数が多いのと必要文字数も多くって。あ、こういうのちゃんと真面目に答えるタイプのタレントさんね。大丈夫だ、明けない夜はない。やっていればいつかは終わる。それに嘆く暇があったら考え、手を動かせ。俺も手伝ってやるから。あの続きがいいことを言っている。まあいいことを言えるからいい小説家なんだけどね。うん、ありがとう兄貴。これじゃいつもと立場が逆だな。確かにこういうこともあるんだね。じゃあとりあえずコーヒーを入れるか。豆腐ドーナツを持ってきたからつまみながら考えるといい。うん、アイディア出しには糖分大事。俺も手伝えるところは手伝う。ありがとうございます。いつきさんもありがとうございます。そうだな、根を詰めすぎるのも良くないからな。ほんと立場が逆。適度な休憩を入れた方がかえって早く終わることもある。これいつも誠さんがみんなに言われてること。うん、続きが言うと説得力が増すな。まあ普段経験してる側だからね。うわ、豆腐ドーナツさっぱりしていて美味しい。まあ俺はもう少し甘みがあった方が好みだが、でも悪くない。まあ誠さんは甘党だからね。いや、体にちょうどいい配分にしているんだ。これ自分が作ったって明かしてるようなもんじゃないの。あはは、本当に二人は仲がいいね。もう恋人同士みたいだね。そうだ、あ、この豆腐ドーナツアンケートの最近感動したことの項目に書けるかも。どこのケータリングか書かなくちゃいけなくなんない。ん、いいのか。もちろん、それだけ美味しかったので。では
候補の一つにして、他に食に関する項目がないか調べよう。そっちに使えるかもしれないからな。それならさっきパラッとめくった時に近いのがあった。ほらここだ。さすが捜査官、こういうの見つけるの早いね。3人で力を合わせて、なんとか期日までにアンケートを提出できたようです。こういうのを真面目にやるから生き残るタレントさんなんでしょうね。そして最後は荒木田創生さんのバースデーストーリー、特別のその先に見ていきましょう。創生さん、誕生日おめでとうございます。5月23日当日でしょうか。ささ、グラスを持って乾杯。うん、乾杯。仕事終わり、夏希に連れられてきた焼肉屋で乾杯をした。ビールを喉に流して一日の疲れから解放される、そんな感覚になった時、おーい、ガチガチ、浅いから先に乾杯しちゃった。は？誰に声かけてんだ？店員さんではなさそう。荒木田さん、お誕生日おめでとうございます。ここでヒロイン登場。俺からもおめでとうございます。あ、ヒロインだけではなかった。つーか、お前らなんでここに。大丈夫ですか？ああ、まあ、あれ、俺たち菅野くんに誘われてきたんですけど、聞いてないですか？聞かされてなさそう。は、後輩に振り回されております。誕生日のサプライズゲストです、イエーイ。温度差、意味不明な拍手の中、クソガキは俺の隣に座った。まあでも粋な計らいなんだろうね。で、創生さんはどんな1年にしたいですか？注文したもんが届いた頃、肉を焼きながら夏希が話を振りまくってきた。ほら、普段聞けない野望とか願望とか聞きたいな。別に普通の1年でいい、欲張らない。そうですね、大事ですよね。普通平和が一番って言いますし。うんうん、意外と難しかったりするんだよね。荒木田さんの普通の1年、私も応援してます。まあこういう当たり前のように思える幸せを大事にすることっていいよね。いや、そんな応援されるほど頑張ることあるか。ほら、頑張りすぎず普通の日を頑張って過ごせるように頑張って。あれ、酔っ払ってます？ゆいちゃんが言うと一気に難易度上がるね。私のせいで荒木田さんの1年が壮絶に。どんまい、いや、フォローしろ。こいつらたまに3人で飲んでるのは知っていたけど、こういう感じなんだな。同い年トリオだからね、気使わない関係性って感じは伝わってくるよね。そういった意味では荒木田さんは1個年上、お兄さん的なポジションになってきます。前に荒木田さんに勧められたドラマ見てみたんです。あの作品に関しては本当に小説より楽しめました。原作を超えた、まあ映像化することで分かりやすくなる作品ってあるよね。それじゃあ、あとはよろしくお願いします。半ば言い逃げするように夏希は夏目の腕を引っ張り帰っていった。夏々コンビ気ぃ利かして。思いがけず2人だけの夜道になってそわそわしている。でも本日の主役は荒木田さんだからね。そうだな、小説と構成が逆になってて分かりやすかったからな。原作最後のシーンを先に持ってくるの、それぞれの心情が分かってより引き込まれましたよね。ああ、さっきから話の大半をクソガキが喋ってる。夏希みたいに口数は多くないし、夏目みたいに何でも言い合えたりもしない。うわ、これは自分を卑下するように。俺との時間って退屈かもな。あ、落ち込んじゃって。あ、すいません、さっきから私ばっかり喋りすぎですよね。別に。お前が謝ることじゃねえだろ。あはは、よかったです。荒木田さんが聞き上手だからついいろいろ話しちゃってうまく言うね。なんかこう話していて落ち着くんですよね。うん、落ち着く。派手さはないけど、こういうところが本質の良さって感じがするよね。はい、こうやって話す時間が心地いいというか。
一緒にいて楽しい人はたくさんいても、落ち着く人ってなかなかいないじゃないですか。まあそもそもね、この落ち着く人かどうかっていうのは、仲良くなったその先、後から気づくことだったりするからね。私にとってこの時間は貴重で、特別かもしれません。俺も同じだ。一緒にいると落ち着く。そんな気持ちが自分の中で一気に渦巻いた時、クソガキ。あ、ふらふら走ってきた自転車からかばうため、クソガキの手を掴んで自分の方に引き寄せた。たく、危ねえな。大丈夫か？はい、ありがとうございました。こういう時も頼りになるよね。いや、やっぱ全然ちげえな。3人の空気に妙に胸が痛んだり、2人の時間にそわそわしたり、こいつといると落ち着かないことだって多い。自転車もう行きましたか？その手を離していただけないと歩けないので。って、あ、指摘されて手を離したものの、気恥ずかしい空気だけはしっかり残った恥ずかしそうな表情。あ、さっき落ち着くって言ったのに、これじゃ真逆の空気ですね。今回のテーマ、真逆。まあ、近すぎても遠すぎても落ち着かないってことだろ。だから俺にとってもこの時間が特別なんだろうな。さすが小説好きの荒木田さん、言葉選びが上手。特別。その意味をもっと深くまで伝える日には、繋いだ手を離す必要のない関係性に、うん、慣れたらいいな。本音が垣間見えました。ハッピーバースデー。というわけで最後は荒木田創生さんのバースデーストーリーで締めさせていただきました。こちらのメッセージも読み上げていきましょう。気づいたら入り込んできて、追い出そうにも動かねえ。いつの間にか根を張って勝手に花を咲かせて、でもその花が綺麗で好きだ。スタマイメンバーの中でも最も寡黙な存在だし、実際はこんなにたくさんの思いを持っている人なんだなっていうギャップがあるよね。さて今回は逆転裁判とのコラボを記念して、真逆をテーマに日替わりログインミニトーク7選でお届けいたしましたが、いかがでしたか？この期間中、アプリのオープニング画面がコラボ画像になっていてね、限られたキャラ同士のコラボにはなるけど、そこに荒木田さんも加わっておりました。逆転裁判をきっかけにスタマイを知った人も、スタマイをきっかけに逆転裁判をやってみようと思った人も、どちらも楽しんでもらえる動画になっていたら幸いです。そんな感じで引き続き、その他も男性目線で彼の気持ちを紐解く乙女ゲーム実況でやらせていただきます。お気に召した方は高評価とチャンネル登録いただけたら嬉しいです。いつもご覧くださっている方もご覧いただきましてありがとうございました。最後は荒木田創生さんのキャラクターボイス、高塚智人さんのお声とともにお別れです。また次回もお待ちしております。お前の頑張りは全部俺が知ってるよ。俺がいるんだから心配するな。それでは。